はい、パズドラ実況やっていきたいと思います。ちょっと前回ね、わだつみにボコボコにやらされた、言わされたんで、まあわだつみにはやらされたんですけど、よくわかんないやつに言わされたんでね、もうちょっとね、俺もね、弱いやついこうかなと思ってます。もう弱いと俺が思うやつ、こいつですね。多分、ノマダンの最新行った方がないんですけど、多分弱いでしょ、多分、なんとなく思うんですよね。降臨と比べて弱いはず。回復なし。回復ないみたいなんで、まあだから回復、もう関係ないということで、元から HP の高いやつ行ったらいけるなと思うんですよね。うん、こっち行きますか、じゃあ。まあ、アテナで。ミュウス、いや、ゼウスで行くか。ゼウッちゃんで行きましょうか。ゼウッちゃんが最近気に入ってるんで、あ、でもこれ、赤回復できんの赤ミスったー回復できなかったこのパーティーこれミスったーこれ回復できんのこのパーティー。なんてことだ。間違えた。まあ、いいか。まあ、勝てるかな、でもこれ。うん、いけるやろ。あ、全然いけますね。HP 低いっすね、こいつ。ノーマルダンジョンやっぱちゃうな、やっぱなんか今までと比べて。あーい、いきなり来るな。めっちゃ来よるな。もうああいう大群はほんま一番嫌いで、ほんまに。イエス、イエス、イエス。イエス、イエス。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず HP80 倍が切ったらもう終わりやから、最初の序盤で。あー、イージ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 ー。イージーだね。まあ、これ水ドロップで行こうかな、俺は。ここ。多分水でもいける思うねん、このパーティーやったら。オッケー狙い通り。よしおい、なんかやばい。オッケー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 。もうなんか毎ターン行動で、とにかく HP を徐々に削ったろうみたいな魂胆が見えますね。ただ俺回復ドロップないからかわからんけど、コンボ決まりやすいな、ほんまに。わ、こいつ、うざい。うざいな、ここ閉めるか。最終用5ターンなんでね、もう楽勝でね、どんどんいけるっていうね。このバーチ強なったわ、ほんまこれ。強なったというか、これもう使い勝手良くなったな。とにかく。全力で、全火力を使って葬らせてもらおう。ラッシャー、オッケー。こんなに守ったけど、あのダンジョン似てないか。伝説竜のダンジョンのこれ回復なしバージョンか、もしかして。ぽいな。伝説竜のところの回復なしバージョンっぽいですね、ここ。雰囲気なんか。残しときまで回復ドロップ。オッケー。うん。いいっすね。まあ、いいか。よし！ゼウス結構強いな。HP 減らされんかったらほんま強いわ。まあ。まあ、その、HP 減らされんっていう条件下のもっと強いだけやけど。あかん、切るな！内緒ね。あかんかん、内緒、内緒。あかん！やめて！勝手に剣の手！光代弁されたけど、まあ水残っとるからええか。行き過ぎやろ。めっちゃ詰まってもとれんけど。行き過ぎ、行き過ぎ。あ、これまずい。これまずい。エキサンまずいで。待って、エキサンまずい。エキサン強い、俺、絶対強い。エキドラさん強いから、俺、絶対強いから。これ、一発取れ、一匹しっかり倒したいな、これ、とりあえず。うん、いい、いい、オッケー。あ、これいったわ。運良かったわ。ダブルでいったんちゃう？もうこれ。よし！オッケー！一緒ですね、ダンジョン的には。え、なんか変わっとる！毎ターンコード！ボス変わるやん！変わっとってやん！ 2 ターン。3ターン。2、3ターン逃れると、勝つと。ただ俺はもう行く。HP 減らされる前に俺は行く。コード俺決める。勝つ。見えました。足りん！あ！足りんかった！あ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 ！いった！いった！ありがとうございました！よし！さすがにいったでしょう。
オッケー、伝説竜のちょっとなんか最後ちゃうバージョンの回復なしですね、ここは。天空竜の領域。経験値どれくらい？え、一緒やん、経験値。こんな振動もしたら経験値一緒かよ。まあ、でも逆にでも回復ない分火力が出やすいもんな、これでも。コンボめっちゃ組まるもんな。あ、一緒ですね、これも。伝説竜の足だと一緒なんで、まあもうここはもう勝手にクリアしようかと思います。やっぱ技積みと比べるとだいぶ難易度が低くなってましたね。しかも覚醒スキルが使えるっていうのがあって、やっぱなんか違いますね、なんかね。その覚醒スキルっていうその響きね。なんかいいですね、もうね。どんどん覚醒していったろ、みたいな感じしますからね。正直。ここはゼウスね、諸葛亮入れとこ。ここは諸葛亮さん入れとこ。諸葛亮も結構アタッカーとして強いからな。まあ基本はこのパーティーか、このゼウスパーティーで行って、まあまあドラゴンとか使えるときはベジータとかだとここ使うみたいな感じで行こうかなと。後のパーティー正直まだ実用性ないですね、あんまり。弱いですね。一番火力出るのはこの、ここか、多分。まあここもでも諸葛亮借りたらめっちゃ火力高いけど、まあでも、エンハンスないからあんま微妙か。まあここも火力出る方か。まあまあでもやっぱここかな、ゼウスのパーティーが一番出ますね、火力。3.5 倍でさらにアテナで借りれて、で、しかも光で全部揃ってるんで、大体。で、こいつのバーチェンのやつが毎ターン5回、5ターンに1回使えるんで、バーチェンもう1匹ぐらい作ってね、バーチェン似たやつを。で、変換系も出せれば多分どんどん光もっとやれるんで、もっと強くなれると思うんですけどね。まあ、今後また育てておこうかと思います。はい、というわけでとりあえず今回は、わだつみの腹いせにノーマルダンジョンで、ボコるという動画でした。まあ今回スッキリしたんでね。まあ、これ進めて、次またなんか降臨来た時にはなんかもうちょっと育ててね、モンスターの強さで勝つというね。モンスターの強さをもっと強くして勝つという。ただ、わだつみにおいてはね、ちょっとね、まだ見えなかったですね、当分ね。あれ先だと思うんで、ランクまた180ぐらいの時に挑戦してみようかなと、また来たらね、思います。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。